それでは瀬戸瀬駅を出発して、次は石尾区本線の中でも最も重要な駅の一つである遠軽駅に向かいたいと思います。駅前は信号があるんですけれども、押しボタン式ね、まあ、タイミングは見計らっていませんし、そして国道333号ですね、先に進んでいきます。また跨線橋があるんですけどね、左側の瀬戸瀬の消防署、消防団わからんけど、跨線橋で石尾区本線を越えて、越えた先にね、なんか瀬戸瀬小学校が、ナビ上ではあることになっていますけれども、どうなんだろう、この小学校はちゃんと現役なんでしょうか。小学生が下校してるってことは、ね、多分現役の小学校だと思います。右に曲がる車が多いのは、これは右に曲がると瀬戸瀬インターがあると思うんですね。ここから先は交通量が多いはずです。瀬戸瀬小学校は、ね、現役ですね。廃校にはなっていません。瀬戸瀬以降もですね、ちゃんと工事が進められています。この右の土が盛ってるところとかも、将来的には、ね、高速道路の一部になるんだろうと思います。そうですね、高速道路の橋がですね、ちょうど建設中ですね。昔はこんなカーブなかったんですけど、高速道路建設に伴ってカーブができたようです。ってことは高速道路はこれ左は舗装されてる一部、すごいな、橋に出来上がってないのに舗装だけはされてるんだ。ほぼ同一平面上にありますよね、高速道路の下道が。そしてまたこれ迂回です。また高速道路の下に迂回する。高速道路と一般国道と随分なの複雑に交わってるもんですよね。何回クロスしてるだろうか。まあこの建設中の道路っていうのは実は今しか見れないんですよね。出来上がっちゃったらもう見れないですからね、建設中の風景って。割とレアな車載道路と言えなくもないかもしれません。そして遠軽まで 8km、 丹野は 53km ですね。標準にどこまで行けるだろう。北見はね、行けると踏んでるんですけどね、北見までは行ったとして、そこから先どこまで行けるかですね。この糸島駅だとかね、なんかいくつか石尾区本線で現地調査依頼受けてることがあるんですけど、できればあの西目満別ぐらい目指したくないですか、ね、今日行けないかもしれないけど、西目かな、北見ぐらいかな、せいぜい北見、そうですね、丹野の、だって満別って言ったらさ、見頃はさらに向こうですからね、めちゃめちゃ遠いですよ、ほぼ合わせてるよ。だろうな、それは石尾区本線第5期とかで西目満別をやることになるから、次回再開するときも
再開しやすいっていうことも考えて今日の終点を止めなければいけない。そうするとね、適切なのはね、半分ぐらいを目処に頑張っていくのがいいんだろうと思います。ここも今右に一生懸命高速道路を作ってる感じがします。そしてここでまた迂回するんですが、迂回するっていうことは今日ここにも橋ができるでしょうね。札幌ナンバーのですね、非常に速度も出ていない車に頭を抑えられています。別にずっと詰まってるわけじゃなくて、この車がね遅いんですよ、純粋に。もうすぐね、遠軽方面に向けて左折ですから、しばらく我慢しないといけないとは思うんですけれども、遅い割にはね、対向車がいたのに、中央車線をはみ出していると、結構ね、前の車がめちゃくちゃ運転してますよね。ここでもなんか測量をしていて、多分高速道路建設に関係した測量なんでしょうと。そしてここで左に曲がると、遠軽市街地と、いうことになります。結構この急カーブね、危ないですね。それと忘れてします。国道と国道が交わる交差点にはセブンイレブンが進出しています。まあそれはそうですよね。でここから遠軽門別方面に進んでいます。遠軽はね、大都会遠軽ですね。石岡本線の沿線の中でも、まあ旭川、北見、網走次ぐ規模じゃないですか。あ、美幌の方が大きいのかな。美幌の方が大きいかもしれない。でもかなり遠軽で大きい町です。大都会で遠軽ですよ。そして北海道で唯一のスイッチバックがあります。左にはセブンイレブンの残骸があって、郵便局になってました。多分今のセブンイレブンが国道との交差点に移転して、で、居抜きで郵便局が入ったって感じですかね。そしてここでまた石岡温泉、スイッチバックで方向転換後の石岡温泉をここで越えます。そうすると遠軽市街地が始まりますね。左側にはですね、5階建ての団地が並んでいます。ミャンマーディーラー、三菱ディーラーがあります。三菱のディーラーがあるあたりはね、さすが大都会遠軽という感じがしますね。そしてローソンがあります。セルフ、国連のセルフスタンドがあります。それを過ぎると何だろう、これビジネスホテルです。看板もろいですけども、建物はねちゃんと現役で営業中の建物です。そしていくようなんだろう、パチンコスロット大五郎、左になんかね、すんごいかっこいいなって。そしてここで左に曲がるとですね、遠軽が一気に都会になりますね。遠軽はですね、
中心市街地ではないですけど、中心市街地に近いところにやってきたなという感じがします。左には、A コープがあって、味の時計台とダイソーとかあります。メガネのプリンスまであります。さすがバイト界レンガ、ホンダディーラーもあります。さすがバイト界レンガですね。なんか川を越えるんでしょうかね。川を越えるんです。その前に赤信号で停車します。湧別川。はい、それでは青信号になったので先に進んでいきましょう。遠軽橋、湧別川、そしてこの橋を越えると遠軽の中心市街地でいいんですよね。遠軽の道路結構ね複雑ですね。そしたら車が行っていきます。いろんな政党のポスターがあります。そして遠軽の中心市街地に入ってきました。左にはこれ図書館ですね。すごい風格のあるね、大って書いてある商店街。まあ、電線も地中化され、商店街ももちろん行って、この右の車両通った建物は何だろうね。教会？なんだろう。教会みたいですね。店もやっぱり営業中が多いですね。シャッター降りてるところもあるんですけれども、営業中のお店が多いですね。コシア、車両通ですね。大都会縁があるんですね。いろはにコヘトとか、いろはにコヘトなんて都会にしかないと思ってたのに縁があるにいろはにコヘトあるんだ。いやさすが大都会縁があるな。縁がある信仰が立派なですね、龍があります。この辺がもう縁があるの中心で、北見バスのバスターミナルなんかもあります。これ左に曲がると、遠軽駅前通り、右は北洋銀行の遠軽支店、3階のところ、山田通り、ご覧の通りです。これはね、完全に町ではないですね、市レベルですね。この駅前は市レベルだと思ったのは、根室駅以来だと思います、多分。はい、それでは遠軽駅進んでいきますね。遠軽の駅自体はですね、ちょっと一段高くなったところにある新夕張スタイルです。そしてこれが遠軽駅の駐車場。昔北見からオホーツクに乗ろうと思って乗り損ねて、慌てて遠軽まで車でかっ飛ばしてオホーツクに追いついて乗ったっていうことが1回だけありました。それはさておきで駐車していきましょう。遠軽はね、もちろん入場券必須です。入場券なしでは入れません。でもスイッチバックをね絶対に取らなきゃいけないですから、入場券買って入りますよ。